ねえ、つむぎちゃん、コンビニで万引きして帰ろうよ。えええ。そんなことをしたら、お母さんに怒られるよ。捕まらなきゃいいだけじゃん。ほら、通り道に噛み回るじゃん。あそこの店員、ババアとジジイばっかりだしさ。もし見つかっても、走って逃げれば逃げられるよ。でも、あーし、そういうことは、あんまり。なんだよ。 ビビってんのそれともいい子ちゃんぶってんのそういうわけじゃないけど。じゃあいいじゃん。ねえ、しけたこと言わないでさ。私も一緒なんだからさ。う、うん。でも。友達だよね、私たち。でもこれからは、つむぎちゃんといるの、やめようかな。私の他に友達いないのにね、つむぎちゃん。 いつも一人ぼっちでいれば、一年生の時みたいに。一人ぼっち。わかったよ。あーしもやるよ。万引き。やった。だよね。さすがつむぎちゃん。マジで親友、つむぎちゃん、大好きだよ。うん。あーしもひまっちのこと、好きだよ。 その日の夜。ぐすん、ぐすん、ごめんなさい。ひまりちゃんに無理やり命令されて仕方なく、あんしは最初から嫌だって言ったのに。ひまりちゃんね、あの子の話はお母さん仲間の間でもよく聞くのよ。あの子のお家ね、もともとはブラクの出身らしいのよね。隠してるけど、家もすっごい貧乏だって言うわ。 つむぎ、もう今後、ひまりちゃんと付き合うのはやめなさい。いいわね。ぐすん、でも、友達だし。いいことを、友達は選ばないといけないの。悪い子と付き合っていると、あなたまで、どんどん悪い方に引きずられちゃうのよ。もっと自分にとって、得になる子と付き合いなさい。いいわね。うん、わかったよ。翌日。 つむぎちゃん、おはよう。あ、まっち。昨日はヘマしちゃったわね、お互い、ははは。ま、これも青春の1ページよね。うん。あの、あの、まっち。なーに、つむぎちゃん。あの、その、今日から足、他のことお昼食べるから。えへん。ごめんね、まっち。他に友達。 いたんだうん。そこまで仲がいいわけじゃないけど。誰名前は二組の、うさぎちゃん。あ、あのお金持ちの子。ふん。そっか。仲間に入れてくれるってうん。昨日 LINE したら、いいって。そうなんだ、ふん。ごめんね、気持ち。別に、謝ることじゃないし。 私はつむぎちゃんのことずっと友達だと思ってるし、これからもずっとずっとね。やっほ、一人で食べてるのよかったら一緒に食べない私、ひまりって言うんだ。前のクラスではひまっちって呼ばれてたよ。これからよろしくね。